ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです、今回はファイナルファンタジー14第13回、配信撮っていきたいと思います。今回は、パパシャンさんに続きのクエストを、もらうというところからですね。ではパパシャンさんにお話を聞いていきます。はい、ジェルフィッシュ殿、お主を信用できる冒険者と見込んで折り入ってお願いがあるのです。急を要することなのです。どうか話だけでも聞いてもらえんだろうか。ササガン大王樹の下で元でウルダハ少佐のパパシャンには冒険者に急いで頼みたいことがあるようだ。チュチュ、助かりますぞ。早速話を聞いていただきたい。先ほど冒険のリリダお嬢様という方がお方がいらして、この辺りをうろうろふらふらしておられたのですが、あ、さっき衛兵さんだったかな、監視している方が小さい女の子がって言ってましたね。実は私がちょっと目を離した隙に行方が分からなくなってしまわれましたな。蝶が、巣がな、多いな。リーダーお嬢様に万が一があれば、私のような者の首は100回飛んでも許されぬこと。いやいや、万が一もあってはならんことなのです。すでに何人かの冒険者に捜索依頼を出しはしたものの、落ち着いて待っておれんのですわい。ジェイルフィッシュ殿、お主もリーダーお嬢様の捜索にご助力を願えんだろうか。わかりましたよ。うなずきましたよ。ありがたい、恩に来ますぞ。何としてでもリーダーお嬢様を見つけ出してください。ここから南東のササガン大王樹の方面はまだ誰も向かわせてはおりません。南東じゃなかったね、東南って書いてあるね。おりません。ジャイルフィッシュ殿、その辺りを中心に捜索をお願いいたしますぞ。引き受けた。では向かいますかね。なんかいろんなクエストが中途半端になっておりますが、じゃああっちか。毎回あれだな、なんか線路を渡るのがちょっと怖いんだよな。来ないとは思いますが、他は別にクエストはなさそうだね。それじゃああっち方面かな。毎回出だしのスクショの時点でカメラを寄せますが、なんか木がちょっとドラゴンボールに出てきそうな。でもなんかバオバブとかあれ系なのかな。でも流血獣にもちょっと似てるね。こっちで合ってる。あ、なんかレベル5で50って書いてあるやつがいる。危ない。え、あいつは関係ないよね。ここん、ここ What? 上、あ、上っぽいなこれ。あ、なんかある。動物姿の種類。あ、この子ですかね。お嬢さんどうしましたか。僕が来ましたよ。ササガン様。これよりインスタンスバトルが開始されます。インスタンスバトルとは、特別なクエストでのみ発生する特殊な戦闘です。ぜひ、これから表示されるハウトゥーをよく読んでから、インスタンスバトルに挑戦してください。おお、ちょっと待って、まずこれだよね。
特別な戦闘エリアでは物語上で重要な敵や特別な条件下での戦闘が行われます。画面右の目的リストに従って敵を撃破しましょう。右、現状は笹川大王女のもとでリリーダを探すってなりますが、あれが変わっていくってことかな。そして次のページ。フィールド上の赤い点線の先には出ることはできません。強制的に閉じ込められる。クエストの目的を達成すると特別な戦闘エリアが終了します。なるほど。キャラクターのレベルが8を超えている場合、8に調整されます。ちょっと待って、今11。だいぶ下げられるね。大丈夫かな。まあ、行ってみますかね。ドキドキ。おお、なんか、今までにない戦闘ですね。笹川様、申し訳ありません。私の不徳で大切なものを奪われてしまいました。私です。探しましたよ、リリラ様。手だれらしき。やさ男。お一人で出歩いては危ないと何度言ったらご分別なさるんです。放っておけ。リリラは一人になりたいのじゃ。あっち行け。そうはいきません。このところ物騒ですからね。それにここのエーテルは乱れています。嫌な感じがするのです。さあ帰りましょう。皆心配していますよ。君は所長が言っていた冒険者だな。ご苦労だったな。リリラ様はこの通りやんちゃでね。俺も所長もよく苦労をかけさせられているんだ。一緒に所長のところへ帰るとしよう。リリラ様を無事保護したと伝えにね。え？やれやれ、敵の多いお嬢様だよ。まったく。音楽に騙されリた。リリラ様、下がっていてください。君、手を貸してくれ。やるしかないみたいだぞ。ちょっと待って、レベルシンクとは、これは、ちょっとまだいいのかな？調整されました。はいはいはい。ちょっと待って、なんか進んでるけど。 大丈夫か？ちょっと待ってよ。ターゲットしてない。 なんか敵があんま動かない。暗闇になってるのか。ちょっと待って、来た。うっそん。
この雑魚を先に片付けた方がいいのかな。うわ、めっちゃ来た。めっちゃ来てる敵が。すっげーダメージ受けてる。ちょっと待って、こいつらもさ、片付けなきゃいけないんだね、結局。あー、危ないかった。ヤサ男くんがもう、だいぶ HP が半分になってるっていうね。これ、あれね、回復してくれないときついな。これはなんかちょっとオープニングで見た感じの風景。聞いて、感じて、考えて。この聞くべきこととかは答えが提示されるんですかね。光のクリスタルを手にし者よ、星の声を聞く者よ、我が名はハイデリン。星の秩序を保っていた断りは乱れ、世界は今闇で満ちようとしています。闇は全てを蝕む、全ての命を奪う存在。闇に屈せぬ光の意志を持つ者よ、どうか星を滅びより救うためにあなたの力を。光のクリスタルは闇を払う力、世界を巡り光のクリスタルを手に入れるのです。あなたの戦いは魔法が、行動が光のクリスタルを生み出すでしょう。それが光の意志を持つあなたの力。
の意志を持つ者よ。どうかあなたの力。戻ってきましたね。あ、夢かっていう。気がついたかい？今の魔物は何だったのじゃ。異界ボイドに住むという妖異の一種です。あれが話に聞く妖異。しかしこんな化け物を刺激するとはただの族ではないようだな。ところで君、大丈夫かい？エーテルにでも酔ったんだろうか。戦闘の後急に倒れたから驚いたよ。なんだって、大きなクリスタル。あ、うっかり飛ばしちゃった、ね、うっかり飛ばしちゃった。これは思わぬ収穫だ。いや、すまない、こちらの話だよ。私と、俺は一足先に帰ってこの件を叱るべきところに報告しなければならない。冒険者さん、リリラ様のことをお願いします。な、わら、私は子供ではない。ジーのところくらいなら自分で戻れるわ。やれやれ本当にやんちゃなお嬢様だ。では俺たちも帰るとしようか。君とはまた近いうちに会いそうな気がするよ。それまでしばしのお別れだ。ではこの木とかもまた降ることになるから登れたら面白いですけどね。ではとりあえずパパシャンさんに報告をしていきますかね。うわ、怖いのがおる。あ、ちょちょちょ、レベル50の敵はここにおってはいかんでしょう。ではパパシャンさんに報告をしましょう。こことか登れるのかな。ドキドキ。あ、登れる、楽しい。あっと譲れないでは報告をしていきます。なんかいろんな人が来ておりますね。で、ボボシャンさん、リーダー様、よくご無事で。ジーは本当に心配いたしましたぞ。お嬢様に何かあったらもうどうしようかと。ジーの寿命をどれほど縮めたら気が済むのですか。剣を置き引退してから15年、しかしながらお嬢様をお守りする務めだけは一日たりとも忘れてはおらぬのですぞ。ジーも知っておろう、私は責任を取らねばならんのじゃ。そのことはお忘れくだされ、じいたちがすべて元通りにしてご覧に入れます。お嬢様はそれを待っていてくださればよいのです。そのようなことでお嬢様に万が一があれば、それこそ大事では済まないのですからな。わかった、もうせぬ。じいと約束しよう。それでよいじゃろ。
おう、ジェリーフィッシュ殿、よく戻ってくださった。捜索のために雇った冒険者にお主の向かったあたりで魔物との戦闘があったと聞きましてな、心配しておったところでしたわい。それにしても何とお礼を申し上げたらよいことか。リリダ様を守ってくださって感謝いたしますぞ。奇妙な機械を持った男性を見たですと。そのものならサンクレットという賢者でしょうな。賢者？賢者っぽくなかったけどな。以前からウルダハに滞在しておって、何でもエーテルにまつわる調査をしているとか。格好こそ怪しいものの、不審なものではありません。怪しいよねジェルフィッシュ殿、お主のような腕の立つ冒険者が訪れたことを嬉しく思いますぞ。これからもどうかウルダハ市民の力になってくだされ、よろしく頼みましたぞ。コンプリート。今度はあちらのシシドアさんがなんかクエストが出てますね。どうするかな。サーブもちょっと問い詰めるも半端、王道製のルアーもやってない、魚も仕掛けてない、夢の家もやってないですが、シシドアさんちょっとこれ受けたら、いや、もうちょいいけるかな。ほう、ウルダハ奏者庫の鉄道員シシドアは、首謀コッファー&コフィンのロジャーに七毛パンプキンを送りたいようだ。お礼品は予約費受注。ほう、首謀コッファー&コフィンって店の店長ロジャーに少し恩があってね、ナナモパンプキンを送りたいのさ。かぼちゃは王立ナナモ菜園で予約した高級品だ。そりゃもう高かったが、まあ今回は大奮発だな。早速ナナモパンプキンを引き取りに行きたいのだが、七羽銀山からの荷が遅れてるみたいでな、俺はここからしばらく動けそうにないんだ。俺の代わりに王立ナナモ菜園のガガリにこのパンプキンの引き換え伝票を渡して、ナナマパンプキンを引き取ってくれないか。あとはそれをコッファー&コフィーに持っていくだけだ。君には手間をかけて悪いが、ちょっくら頼んだよ。ほう、どこだ。このマークは、あ、そばじゃん。もっとこう違う町とかに行かなきゃいけないかと思いきやだよ、目の前だよそしてなんかクエストがもう一個出てる。どうした、ヒヒヤジャさん。ヒヒヤジャさんどうした。お、大地の循環。王立七摩菜園の農夫ヒヒヤジャは畑の液中であるミミズを食べてしまうスナッピングシュルーを退治してほしいようだ。おお、受けますよ。良い野菜が、女の子男の子、分からんな。良い野菜が取れるようにするためにはね、コツコツと時間をかけて良い土を作って、畑の土を栄養たっぷりにしないといけないんだ。土を豊かにするためにはミミズに土を食べてもらって栄養たっぷりの糞をしてもらうのが一番なんだが、畑の地中にいるスナッピングシュルーが地中のミミズを食っちまったみたいでな、土が荒れ始めちまった。このままだと畑が壊滅しちまう。お願いだ、畑のモグラ塚を3カ所調べてみて、出てきたスナッピングシュルーを全部倒してくれ。へい、ついでにこっちもお受けいたしますかね。もうなんかモグラ塚邪悪なオーラ出てるんだけど。あ、じゃあガガイさん、お話を伺っても。今日は野菜の引き取りが1件あったはずだけど、まだシシドアが来ないみたいなのよね。引き換え伝票をお渡します。あら、あ、女の子でいいかな。あら、このパンプキンの引き換え伝票はシシドアの依頼ね。
七間パンプキンならバッチリ用意してあるわ。はい、じゃあこの予約していた七間パンプキンを首謀コッファー&コフィンのロジャーに届けてね。この辺りはなかなか新鮮な野菜が取れないからね。うちの野菜は予約がびっしり埋まっているブランドものよ。きっとロジャーも喜んでくれるんじゃないかしら。コッファー&コフィンは北西の橋を渡った先にあるわ。地元の働き者が集まる美味しい酒坊よ。それじゃあお願いするわね。へい。目的地があっちかな。まあ、その前にモグラ塚の辺をちょっと、もうなんか邪悪なオーラ出てますね。やばいですね。じゃあまず調べますかね。どうせ敵が出るんでしょうな。調べる。出ましたね。あれ、あ、あとはこいつ、3体でいいのかな。よし、ヒヒヤジャさんに報告を。スナッピングシュルーを倒してきてくれた、倒してくれたのかい。あんた強いんだな。ありがとな。これできっと土に栄養が戻って栄養たっぷりのカボチャを育てられるはずだよ。いつかナナモ様にも食べてもらえるくらい美味しい野菜を作るためにこれからもコツコツ頑張るよ。コンプリート。そしてレベルが上がりました。アームズレングス。ヒヒヤジャさんはまたクエストが出ておりますが、一回ここで切りにしますかね。では第13回配信お聞きいただきありがとうございました。第14回もよかったらご覧ください。失礼します。